大西翔太の百切りマネジメント。今回のゲストは武田夏美さんです。はい、はじめまして。はじめましてです。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、今ゴルフのお悩みと、はい、平均スコアの方を教えてください。はい、いつもだいたい95から叩くと100ちょっととか言っちゃったりして、はい、100切れたら喜んでるくらいですね。あ、そうなんですね、はい、そうなんです。ここ 5,6 年くらいずっと100くらいであんまりスコア変わってなくて、はい、悩みは長いクラブが苦手で、はい、ウッドとかほぼ使わないんですよね、はい、ドライバーでいいところに飛んでもユーティリティで打ったりしてるのと、あとはグリーン周りがアプローチ系とか結構苦手で、はい、ちょろちょろしたり、はい、パットも40近くしちゃったりとか、ちょっともったいないラウンドが多い気がしてますね、はい、あ、分かりました。じゃあ今日はそういったところもちょっと重視しながら、はい、やっていきたいと思います、はい、ちなみに、はい、今回のラウンドの目標スコア、今日いろいろ教えていただけるんですもんね。はい、そしたら90前半とか久しぶりに出せたら嬉しいなとは思います。ああ、いいです。はい、わ、はい、かりました。じゃあ90代前半を目指しながら早速コースに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではなちゃん、早速1番ホールにやってきました。距離が285ヤードのちょっと右ドッグレッグになるんですかね。で、右側がそうですね、ちょっと行き過ぎると、まあ、林と OB があって、うん、左が広いのでちょっと狙い目としては左から攻めて、左から、はい、はい、セカンドショット打てればなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、右だ。でも、うん、大丈夫です。あそこはセーフで、はい、全然左行きませんでしたまあでも向きはしっかり左向いてたんで、はい、はい、一応もう最小限に抑えられたと。はい、はい、スライス出ました。出ましたね。よかったです、 OB じゃなくて、ね、ちょっと最初のドライバー悪いとへこみますもんね。そうです。出した方がいいですね。左か、はい、まあ、でも思ったよりこっち側も開けてはいるので、はい、チャレンジする価値はありますね。だ、距離ですね、その、はい、もうどのぐらいの距離を残したいのかによって、うんうんうん、はい、刻む方向変わってくると思うので、でもこっちに出すと110-120ぐらいになって、はい、あっち側になるとそうですね、70ヤードぐらいだと思うんですよね。あっちのが次はいいですよね。そうですね。ちょっとじゃあチャレンジしてみましょう。チャレンジしますか。はい、低めにアイアンで、はい、そうですね、7番にします。はい、お願いします。お、おお、出た。よかった。しかもフェアウェイ。おお、ありがとうございます。普段の私だったら、はい、多分こっちに、こっちに出してますよね。ああ、そういうことですね。木怖いなと思ってて。はいはいはい、確かに、はい、まあ、表に、ね、開けてたんで、今のはナイスアウトですね、はい、ありがとうございます。それこそグリーン周りまで行ったんで、うんうん、ちょっとパン目指して、はい、行きましょう。ありがとうございます。はい、いやでもこれ完璧でしたね本当に。あそこから、いやいやいや、自分でもびっくりですグリーン、まあ、はい、歩いてる感じ硬いような感覚はあったんですね。転がるってことですか。そうですね、13ヤードでグリーンの、はい、まあ、イメージとしては15ヤードから20ヤードぐらい打つと、はい、いい感じに寄ってくんじゃないかな。なるほど。はい、わ、でも結構ない。結果よしです。よし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 。あ、いいけど、ミスりました。でもでもでも、恥ずかしい。いやいや、大丈夫。どれだけこうミスを、ね、結果につなげるかなと。いや、もうナイストップ。はい、はい、結果よしです。ありがとうございます。どのあたりで狙いつきますか。ワンカップくらいですか。ああ、いいです。そうですね。はい、僕も同じ感じです。うん、はい。はい、ナイスボギー。ボギーです。ありがとうございます。はい、いやでもあの1打目から
あ、もうナイスボギーだと思います。はい、もう1段目どうなっちゃうことかと思いました。はい、では2番ホール、はい、やってきました。パー5です。パー5、左側に今 OB あるんですけど、はい、思ったよりフェアウェイ広いんで、うん、ここも思い切っていっていいと思います。はい、おま、うん、っすぐ行きますですね、狙ったところに、はい、あ、いいとこ行きました。ありがとうございます。右に手があるんですけれど、150までは打てるんです。はい、はい、で左も持ってて広いので、うん、今持ってて、はい、ユーティリティいいと思います。はい、はい、上がっちゃった。あ、でもいいところ。はい、ありがとうございます。はい、はい、なんとかまっすぐですね。はい、素晴らしい。いや、順調ですよ。良かったです。91ヤードです。はい、でピンがそうですね、手前だったので10ヤードもないと思うんです。うんうんうん、でやっぱ手前だって池入っちゃうじゃないですか。そうですね、怖いですよね。そうですよね。ちょっといつもより大きめで、はい、奥ありきで打っていけたらなと思います。はい、いつも90だと何ヤードですか。あの、ナンバー90だと P で、はい、100が9なので、その間のクラブはないので、はい、100ヤードのクラブで9番、はいですね、9番でいい。でも今風が結構フォローの風なんですよ、はい、あ、後ろから来てるんで。なるほど、どうしようかなと。はい、もうチャレンジするならピッチング、はい、安全に行くなら9番、どうしましょう。9番で、よし、はい、お願いします。9番でお願いします。はい、9番がいいな。おお、行って行って行った。おお、ナイスショー。ありがとうございます。やった。これもうグッチですよね。イエーイ、イエーイ。やったやばいやばいとかあれです完璧ですよ。でもそうですね、これ、はい、P だったら危なかったかもしれない。そうですよね、はい、だから一般もうナイスジャッジですよね、うん、ありがとうございます、はい、もうやっぱり自分をこう信じてプレーされましたね、はい、よかったです。はい、次じゃあバーディーチャンス。あ、そっか、ですね、そうですよね、ロングですもんね。そうですね、お、ね、ナイスパーオンでした。ありがとうございます。はい、なんかちょっと順調に来ててびっくりです。撮影の方がいいのかもしれない。私狙い目は右に曲がるのかな、ワンカップ左くらいですかね。そうですね、するならスライスです。はい、強い強い。あー、でもナイスライ右カップ、はい、狙いです。いいと思います、右縁で、はい、ダメだ、はい、フリーパットしちゃったもったいない。うん、あ、でもナイスボギーです、はい、もう難しいホールだったんで、はい、はい、ありがとうございますはい、それでは3番ホールやってきました。はい、ショートですね。そうですね、はい、の109ヤード、はい、何番で打ちますか。今測ったらピンまで120だったので、はい、あー、ピン奥ですね。そうですね、はい、なので120だったら 7番アイアンで打ちたいです。あー、そうですね、うん、120、そしてちょっと風がアゲンストなのかなと、はい、はい、思いますね、うんうん、でちょっと左側バンカーがあるんですけど、はい、結構あの深いバンカーになってるんで、うん、マネージメントとしては左だったら右側に置いた方が、なるほど、はい、まだそのうまくリカバリーできるのかなと思います、うんうん、はい、あ、大丈夫かな。あら、これ、あー、これ、あー、入っちゃった入っちゃいましたね。バンカーだ、バンカー行きましたはい、バンカー入ってましたね、はい、ちょっと顎の高いバンカーですけど、はい、どうですか、なっちゃん、バンカーは得意ですか。バンカーはそんな苦手でもなくて普通なんですけど、はい、顎高いと出るかなって不安はあります。あー、そうですよね、うん、もうそうです、バンカーやっぱもうヘッドの入れどころ勝負なんで、はい、まあ、こう少しいつも以上に短く持って打ってみましょう、うん、とにかく基本バンカーは短く持つのがポイントだと思う、はい、なるほど。おお、あ、出ました。うわ、綺麗に上がりましたですね、うん、嬉しい。ヘッドの入った部分がもうパーフェクトでした、はい、あ、本当ですか。はい、クラブの操作性を高めたいんです、ね、
はい、で長く持てば持つほどそのパワーは出るんですけど、うん、要はヘッドが間違ったところに落ちちゃうんですね。ああ、なるほど。僕の、まあ、イメージなんですけど、はい、このボールの、もう一個手前のボールを打つイメージでやるんですね、はい、プロの皆さんに教えるときに、うんうんうん、なのでここにこのボールがあると思って、はい、この線に入れていきたいんですよ。だからこの線に入れば、はい、大体はピンに寄っていくと僕思ってるんですよ。でもこの線よりも手前だったり、はい、先に落ちちゃうからミスショットになっちゃうんです、うんうんうん、で短く持ってでそのクラブの重心に近づくんですね、うんうんうん、はい、でうまくその自分の体の一部になるんで、うんうんうん、おやれば、まあ、今ちょっと手前から入っちゃったんですけど、うんうん、はい、なるべくこの線に近づけるように入っていくと、はい、まあ、バンカーうまく出すことができるかなと思います。なるほど。でも今内装アウトでした。ありがとうございます。はい、いやーパー欲しいな。ほぼ平らに見えます。平らに、そうですね、僕も見えます。うん、まあ、スライスは絶対ない。スライス確かにまっすぐで、はい、いいのかなと。そうですね、はい、合わせるなら右打ちぐらいです。まっすぐまっすぐ、よし、パターがなー惜しいですね。悲しい。はい、はい、またしてもパターがちょっとあれでしたが、ボギーです、うん、見ました。ボギーアドナイスチャレンジです。いやでもあの難しいバンカーから本当ナイスアウトでしたね。いや良かったです。はい、確かに今ちょっと3ホールちょっとパターで、パターそうですね、もったいない部分はあるんですけど、でも他でうまく繋いでるんで、まだまだちょっと残りのホール、はい、ナイスチャレンジしていきましょう。頑張ります。はい。